はいどうも、シュイティビです。了解です。そしてどうも、ナオピです。どうも、アシロチャンネルです。ベンチャースケさんです。はい、お願いします。はい、というわけで本日は、先日ね、ボナールの方でもやったんですけど、球速当てチャレンジと、ということでやってきたと思います。おこの間ね、ボナールさんとやったんですけど、はい、まあ、そこそこ盛り上がったんで、あ、盛り上がったんで、ね、はい、やったんで今回は、まあ、みんなで、うん、やっていきたいなと思います。い、はい、で、ルールは、まあ、1人1球ずつ回っていくんですけど、うん、投げる前に何キロって言ってから投げる。なるほど。それで当たったら抜け抜け抜け。おお、当たんないとずっともう1球ずつこう回っていく感じ。なるほど。で、取ってる人はまあ、あとで最初抜けた人がキャッチャーに当たって、まあ、変わるみたいな。なるほど。自分の球速なんかどうですか？自分の中でなんかイメージあります？いつもな、どれぐらい、なんとなくっすね。マジでどれぐらい、全然わかんねえ。ガチで投げますか？それとも、いや、もう完全に当ていきますか？当ていきますよ。そう、そういう対決じゃない一応ほら、スピード感があるんで、はい、いや、測りてえなっていう気持ちがある人もいるじゃないですか、うんうんうん、何キロ出んだろう、ついでに測っちゃうみたいなけど、やっぱ当てに行くんですね。そりゃそうですよ。堅実っすねそうなんです、ピッチャーぐらいですか？正確で、やっぱピッチャーの俺らはね、やっぱね、何球か投げたい、ガチ。ちょっとはね、はい、しかし先週投げたんでも肩がしそうそうそう、投げたいんですけどね、はい、ちょっとみんな肩やるけど、肩やるけど、一人だけ負傷してるおたけ、おたけ、おたけ、さすがっす、声で、さすがっすよ、さすがっす。まあ、肩はまあ無理せずやっていきたいと思います。はい、それではやっていきましょう。 GO！ じゃあ、はい、来て。じゃあ、じゃんけんで勝った順する？勝った人は勝った順じゃないですか？いや、勝った順でしょ。勝った順でいかないですか？いきますよ、落ちてる。はい、いきますよ、じゃあ勝った順でいきます。よし、はい、最初はグー、じゃんけん、ぽい。最初グーパイアイクでしょ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 1、2、3番4。じゃあ1番重い、2番翔平、3番司、4番直ピって1球ずつ言ってやらせて。よっしょ。ちなみにこの前の優勝者誰ですか？ゆうやっす。ゆうやさん何球ですか？何球だっけ、結構早かったよね。うん、7球結構かかってるっすね。でもまあうまく挑戦して。ああ、なるほど。じゃあいきます。いきますよ。お願いします。お願いします。74 74 74。 OK。 あ、いや、80。今結構で出るな。じゃあ翔平いきます。お、85 85。ああ、近い近い近い。75。惜しい。10キロ、10キロ低かったら87。しゃー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 。83。おお、惜しい。91。早めだ、早め。うわー、次早いな、これ。107。普通にいいボール。79いきます。あ、うん、うわ、惜しい。81。おお、75。おお、さっきと同じだったら79っす。おお、よくてこれ、すいません、一抜きします。84 84。あいたー、あいたー、いい感じ。あー、惜しい。87です。惜しくねえだろ。惜しくない。3キロオーバー。90 90。あ、いい線だ。100。いや、いい。あ、いいよ、いいよ。95。81。おう、おお、74。あ、え、おい、なんだ、変化球だ。62。86。86。あーた、84。おー、惜しい。でももう結構みんな近いんじゃない？そうそう、来た来た。キロぐらい来てる。もう時間の問題で、時間の問題ですね。95。95。早い、早い。うわー、96。今のリアクションいい。そう、今のリアクション当たったから。82。89。おお、79。83。
おお難しいな。89。野球藤川球児で。84。97。結構上げてきてる。早いっす。何してる。早い。104。84。82。惜しい。86。うわあ87。もう89にこだわる。野球にこだわる。やったー。いいぐらい、いいぐらい。うっそ、88。いや、連チャンで11。惜しい。90。あ、いいかもしれない。88。惜しい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 。84。さあ、そろそろ行こう。よっ。来たでしょ、これ。あ、来た。お、来た。あ、見せてる。やれ。やれ。ちょっと行っておいて、行っておいて。ですか。ご自身でご確認ください。うわー、打ち抜け、打ち抜け、やりよったな。野球にこだわる。野球にこだわる。あー、あった。おー、おお、おお、はい、いましたね。何キロ申告でしたっけ。89です。野球ご覧ください。いきますか。やべー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 。司さん2位付です。やべーやべーやべーやばいやばいやばい。109。結構ナーピーさんね、あれですよ、多分マックス目の方がいいと思います。そう、あ、いいいい。もうやばい。なんだこれ。さあ、自分でご覧ください。一番上です。そうだろ。うおちょっと待って、俺一球も投げてみような。気合いしたらもうなかなか。83。落としたんてダメです。83。ちょっと待って、ちょっと待って、俺まだ1秒くらい投げてねえよ。落としたんでダメです。何してやろ。いいやろ、いいやろ。落としたんでダメです。よっしゃ、83だ。来た。あの中にダラダラ滑ってから投げる。そう、見えるかなこれ。あざー。でもこれ、あれ、両英さんが当てれば。これでも両英さんキャッチャーやってたんで不利じゃないですか。両英さん超えてみ。いや、前回の検証で。はい、はい、じゃあこれで出せば100、111。お、結構強く。はい。あ、いいね。しゃあ。お。え？106。はい、というわけでお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした。こういうエンタメ系も良くないですか。たまには。たまには良くないですか。いや、めっちゃ楽しかったです。そうですね。楽しい。結果的に大池が1番で上がりまして、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。2番が司。はい。おめでとうございます。3番がナオピ。はい。はい。4番が僕と。まあ両平はね、キャッチャーやってたんで、不利だったんですけど、前回ので。2番に抜けたんですよ。なるほど。そう、だからワンチャンあるかなと思ったんですけど、なかったですよ。さすがに僕らがすごいこう長引かせすぎて。そうそうそう、なかなかね、しょうがないですね。はい、というわけで今回は、球速当てチャレンジをしました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントをよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。
翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。フォンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れた